こんにちは、橋本環奈です。ということでですね、本日は YouTube チャンネル登録者10万人達成したぜということで、たまたまタイミングかぶっただけなんだけど、かぶりましたね。これを機会にということで、顔面をアップデートしようかなみたいな感じでやらせていただこうかな。今バージョン何ぐらいなんですかね。ちょっとわかんない、いろんなこと入れすぎてわかんないけど本日お世話になるのはですね、こちらのロールクリニック表参道でございます。担当のドクターとかは後ほどご紹介できればなと思うんですけど、全然案件とかではございません。普通に自費ですということで、あのカウンセリングも事前にプライベートで来て、普通に自費で施術をしたいと思っております。今日やるメニューは顔の脂肪吸引と糸リフトと部分的にヒアルロン酸もちょっと入れるかもしれませんみたいな感じのメニューとなっております。早速中に入っていきたいと思います。はい、ということでクリニックに到着しました。担当の、平井凛太郎先生でございます。はい、平井先生よろしくお願いいたします。凛太郎先生は、はい、私一番最初は TikTok でお見かけして、ちょうど悩んでた部位にドンピシャで、そのカウンセリングに先日来させてもらって分かると思うんですけど、すごくお人柄もなんか柔らかくってすごく信頼できるなと思って、今回はこちらのクリニックに決めました。先日カウンセリングを済ませたんですけど、再度確認をしていければなと思います。お願いします。お願いいたします。じゃあ早速ですけど、ちょっとこちらから失礼しますね。はい、一番気になってるのがね、そのまあもたつきが少し出てきたかもなというお話と、あとまあ上側も少しこうね、ほうれい線含めてスッキリできればというお話でしたよね。そうですね、正面から見てもまあ気になるんですけど、こういう角度の時に膨らんで見えるということですよね。どちらかといったらむしろ少ない方ではいらっしゃるんですけど、やっぱりそれは今までもね、あのいろいろこう努力されてきてるのももちろんあると思うし、ただやっぱりそのあたりも美意識の高さというところだと思うんですけど、はい、もちろんもうちょっとこうやっぱりシャープな感じでっていうのは、だいたいやっぱりこのあたりのこう膨らみですよね。そのおっしゃられた横から見たっていうのもまあそうかもしれないですけど、だんだんそれが正面から見てもはっきりしてくるというふうに、どうしても変化はしやすい場所なので、上側の組織がちょっとこう少しずつ下がってくるっていうところから起きてる面も強いんですけど、特に最近体重が増えたみたいな話がなければ、ボリュームが勝手についたっていうよりは位置が下がってたまったみたいな感じのイメージの方が強いと。だからもう下がって起きたことだったら上げ直してあげるのが治療としては本来かなって思うんですけど、はい、ただやっぱりリフトアップもこう結構いろいろやってみたとして、全く元通りの位置に敷き詰め直すってところまではなかなかいかなかったりするので、それでこう引き上げきれないこっちに溜まって残っちゃう分くらい、やっぱりボリュームとして削ってあげた方が、あのラインとして切れてやすいわけですよね。なので今回はまあこのジョールパッドと呼ばれるお口元のところの脂肪ですけど、ここの脂肪を決めて軽くボリュームを落とした上でリフトアップをして高い位置をきちんとこう再現するという形で考えられるといいかなと思いますね。はい、うん、ありがとうございます。はい、そんな形で今回は進めていくというお話でよろしいですかね。はい、はい、OK です。よろしくお願いいたします。はい、ということで今洗顔が終わりまして、手術室に入ってきました。これから着替えて手術が始まっていくんだと思います。静脈麻酔で今回やるからさ、静脈麻酔に抗うっていうのをちょっとやってみたい。どのぐらい持つかやってみたいんだよね。では手術着に着替えていきたいと思います。今手術着に着替えたんですけど、肩周りごつくないみたいな、でもちょっとなんかストラップ見えてエッチじゃないみたいな。あとは看護師さんとドクターの方を待ちたいと思います。恥ずかしいこの格好。じゃあ花見さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、じゃあこれから点滴の麻酔も始まっていきますので、はい、はい、なるべく抗ってみようと思います。頑張ってください。これでいきなり即寝ちゃうって普通はないので、だんだんぼーっとしてきてみたいな感じですね。今のところ何の異常もございません。あ、でもなんかちょっとぼーっとしてきたかも。ふわっとはします。うん、大丈夫ですよ。あー、ぼーっとしてきた。今ぐらいの量だとどっちかって言ったらまだ寝ない方の方が多いですね。早い方だとちょっと寝始めるかもぐらいですかね。あー、ぼーっとしてきた。早い方ですか。感じるのは少し早めかもしれませんね。時間の問題、視聴者の皆さん、私が今これ何秒耐えているか、ぜひ見ててください。編集者さんの編集に任せます。私、正気麻酔とかも好きなんですよ。はい、割とあれもふわっと感じられる方ですか。マジで気持ちよくて。もう起こさないでくれと思います。やっぱあれが好きだっていう方時々いらっしゃいますよ。やっぱり正気麻酔だけしに行きたい。うん、
はい、もうちょっと追加でね、お薬入りますのでね。はい。はい。ちょっと眠くなってきた。うん。あ、やばい。ゆっくり深呼吸しててくださいね。花上さん、わかります？花上さん、大丈夫ですか？お休みになられました。とりあえず手術が終わりました。マジで一瞬だった。全然頭が働かない。この顔やば。でも術直後で麻酔が顔の中に大量に入ってたりとか、もうすでに腫れてたりとかするんですけど、それでもすごい引き上がってる感じとか、ほうれい線がすごく薄くなった感じとかがもうこの直後からわかる感じなので、今後ダウンタイムが終わって腫れが引いて可愛くなるんじゃないかしらなんて思っております。黙れ。ちょっとなんか待って、麻酔から覚めたばっかりで全然頭が働かないので、この動画の締めはまたちょっと別日に撮らせてください。口が回りません。何言ってるか分かんなかったら待ち、ごめん。ということで別日に時飛ばし。はい、ダウンタイム1日目です。ちょっと待って、これ外していいですか？すごい喋りづらい。薄すぎん？ちょっと待って。この顔でインスタの写真載せたらさ、小人図鑑出てましたよねって DM がたくさん届きました。あんたたちほんといい加減にして。こんなに顔が腫れております。とんでもないよね、ほんとに。改めて私がやった施術を振り返りたいなと思うんですけれども、メーラーファット、ジョールファットの脂肪吸引をしました。ここ、ここ、ここの脂肪吸引をしました。ボブリフトを8本だったか12本だったか、なんかそんな感じで入れました。そんな感じでございます。翌日こんなに腫れます。腫れのピークは3日間ぐらいがピークだって聞いてたんで、この状態があと2日ぐらい続くのかなと思ったら怖いです。なんでね、すーげー痛い。耐えられないっていう痛みでは全然ないんだけど、薬飲んでるんだけど、痛み止め飲んだ時は効くんだけど、ちょっと経ったらさ切れてくるじゃんか。そしたらまた痛くってさ、てかめっちゃ鼻詰まっててごめんね。ここら辺の脂肪吸引多分口の中から取ってるから、ここら端っこのさちょっと内側のとこに穴が開いてて傷口があるからさ、大きい口は開けられないんですね。プラスアルファこのバンドしてるからさ、余計口開けられなくってご飯食べづらい。すっごいで、飲み物飲む時もストローで飲んでるんだけど、ストローもね吸えないの。唇がそのストローをうまく覆えなくて、あと笑うとめちゃくちゃ痛い。昨日帰ってきてから暇さえあればこのバンドをずっとしてるっていう感じです。このバンドをずっとつけてるかつけてないかで仕上がりかなり変わるっていろんな口コミで見たんで、基本的にはずっとこれをつけています。犬の散歩行ったりとかするときはちょっと外すんだけど、それ以外はずっとバンドをつけて固定して生活をしていきたいなと思っております。そんなダウンタイム1日目でした。お腹減った？てかめっちゃ痛い本当に。はい、ダウンタイム2日目でーす。顔パンパンですよね。もともと先生から腫れのピークは3日ぐらいって聞いてたんで、明日ぐらいまでは腫れてそっから落ち着いていくのかななんて。腫れはそんな感じなんですけど、まあ、痛みとか口の開きづらさみたいなところは昨日よりだいぶマシになったような気がしてて、薬飲まないとだいぶしんどかったんだけど、薬飲むほどではないかなっていう感じですね。口の開きづらさもだいぶ口が開くようになってきて、何でもかぶりつけそうな感じがしています。そんな感じの2日目でした。はい、ダウンタイム7日目でございます。いかがでしょうか？今日でちょうど施術から1週間経ったんですが、どうですか？自分的にはまだ全然すごい腫れてるし、触ってもわかるし、1週間経てばこのぐらいまでは持っていけるんだなっていうのは感じました。初対面の人がこの状態を見たら、まあ、こういう顔なんだなって思うだろうし、もともと私を知ってる人が今この状態を見ても、最近太っちゃったのかなとかむくんでんのかなって思ってもらえるレベルではないですか。ここにさ、コケ線みたいなのがシュッて入っちゃってると思うんですけど、これはここが腫れてることと、ここはすっ飛ばしてここが腫れてるじゃん。だからギャップが生まれちゃってることによって一時的にこうなってしまってるだけで、ダウンタイム1ヶ月2ヶ月ぐらいで腫れはどんどん減っていくと思うので、フラットになっていくんじゃないかなとは思っています。そんな感じのダウンタイム7日目でございました。はい、ということで施術の様子とダウンタイム7日間の様子でした。いかがでしたでしょうか？変わった？いや
やばい、ぶん殴りそう。私的にはまだ腫れてるけど写真撮ってもすげえ漏れるの。ずっと気にしてたここら辺のもたつきが、私こっちの角度の方が好きなんだけど、うん、自分の顔、うん、頬骨がこうあって一回へこんでここみたいな感じになってた、ここ、うん、でそれがもうスッってなっていい感じなんだよ。だから先生も言ってましたもんね、完璧になるまでは1ヶ月でしたっけ。1ヶ月から3ヶ月までの間で徐々に徐々になっていって、うん、3ヶ月目以降で完成と言っていいでしょうみたいな感じだったから、うん、結構ロングスパンで考えなきゃいけないことではある、うん、ちなみに今日はダウンタイムで言ったら8日目なんですけど、1週間経ってビフォーアフターのアフターの写真の撮影をしにクリニックに、であとここに傷跡があって抜歯してきたんだけど、先生に見てもらったけど、まあ、確かにまあまだ腫れてはいますよねみたいな感じだった、うん、でも笑った時のここがボリュームダウンしたの、まだ腫れてるのに。だから腫れが全部収まったらもっと可愛くなっちゃうんじゃないかなって思っているんですね。今後は8日目とか9日目とか細かく経過をレポートはしていかないんですけど、今後の私の動画を見ていただいて落ち着いてきてるんだなとか見て確認していただけたら嬉しいなと思います。別の動画でちょっと落ち着いてきた頃にその話題に触れることはあるかもしれないけど、それ以降の、まあ、1ヶ月経った様子とかはインスタとかに載せようかなと思ってます、うん、はい、そんな感じでございました。以上、施術の様子と経過報告でございました。最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画は別に整形を推奨してるわけでもないので、私は結構いろんなところにカウンセリングに行ってすごくよく考えて悩んで自分のコンプレックスを解消したって、私が個人的にそうしたというだけの話なので、別におすすめする気もないですし、必ずリスクのあることだと思うので、整形をしたいなと思っている方はそこを気をつけていただきたいなと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画が楽しいなと思った方はいいね と、コメントとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと私の各 SNS もフォローしやがってくださいね。ということで、以上、花上純でした。じゃあねー。